3時4分ちゃんありがとう。みごちゃん、チュロスありがとう。こんばんは、今ゼロワン色。今日もね、一日お疲れ様。じゃあ一緒に寝よっか、みんな。お疲れ様。今日はどんな一日でしたか？いつものね、だらだら寝落ち枠やっていきたいと思います。日付が変わったんで、チュロスとナイスの2点セットお願いします。最悪な一日？どうしたの？俺もね、最近あまりいいことがなくて。あ、ちなみにクマちゃんといる男は僕じゃありません。あ、105、ありがとう、いらっしゃい。東京だよ。俺はね、パルと友達だけど、もう、家を出てね、また一からやってほしいなと思う。クマちゃんとね、応援してる人もいるかもしれないけど。パルパルもかわいそうだし、クマちゃんもかわいそうだから、もうクマ編をね、終わりにした方がいいと思う。まあ、依存気質なんでね。喋り方も声も生理的に本当に無理。じゃあなんで来てるの ?115 号。ちょっとアンサー聞こうか。なんで来てるのじゃあ。自分から聞きに来てるんじゃないの？いや、俺前呼んだけど来ないから。なんだかんだあそこがいいんじゃない？あ、歌が好きだから出たくないんだ。懐いてるもんね。俺だったら暴言吐いてあんな女捨ててやるよ。ああ、餌あげる人がいないから出るに出れないみたいな。チロスありがとう。ありがとうね。 Thank you。 ありがとう。いや、俺依存気質だよ。めちゃくちゃ。好きなのか依存なのか分からなくなるぐらい依存気質。もしパルが行きたいって言ったら大丈夫だよ。別に部屋2つあるし。よかったらコラボしてくださいね。どんな悩みも 100% 解決します。はい、何でもいいですよ。ふわっちのこと、恋愛相談が一番得意なジャンルかな。恋愛マスターなんでね。女の子と知り尽くしてるんで、ゼロワンハウスやろうぜ。深夜っちょみたいにいろんなやつ呼んでみたいな。ちなみに僕お酒飲んでます。珍しく。またしばらく東京だね。予定ないし。なんか予定ある？行ってほしいとこある？ペヤング今日の夜の8時からやろうかなと思ってる。隣の部屋誰かいるときにラジオ、ゼロラジやってるときいつも女がいるんだ。俺っていらっしゃい。北海道嫌いならね。いや、北海道好きですよ。ごめんね、ちょっと冗談交じりでそういうこと言っちゃったけど、北海道また行きたいなって思う。ゆっくりね。今度は配信せずに行きたいかな。普通にプライベートでまったりと。なんか温泉とか行きたいな。引退いつすんの？引退してほしい？まあ引退してもいいんだけどね、別に。引退する？北海道は4日間だったね、日付変わって。
ああ、ふわっちに疲れた。ね。やっぱ配信者に振り回されちゃうからね。アイテム少な。開始8分なんで。あと、うちのリスナーさんって、リア充が多いんで、次の日ね。明日月曜日でしょ。今日、月曜日でしょ。仕事だったりするから、深夜って飛ばないんすよ。ニートとか、ね、仕事もせずに、深夜にね、カタカタね、文句書いてるようなね、暇人ばっかりじゃないんで、みんな生活があるんでね。はい。カタカタ悪口書いてる暇があったら、仕事したら、その労力を他に使ったら、どうすか？俺の通知が来たらね、カタ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 、文句ばっか書いてる暇があったら、働けよ。仕事しろよ、ちゃんと朝起きて。あ、01推しなの？ほんと？ありがとう。あ、ブーメランって言うけど、これ仕事なんで。はい。すいません。これ生活してるんで。なんでユイガの真似してるの？ユイガが、ね、こんな優しい声で喋れるわけないだろう。女リスナーを包み込むような声で、みんなを寝かしつけれるわけないだろうが、ユイガが。逆なんだよ。会いたい。あ、出会い中お断りなんで、すいません。そういう枠じゃないんで、会いたいとか、そういうこと言うのやめてもらっていいですか？そういうのちょっと受け付けないんで、はい。出会い目的でね、配信してないんで、やめてください、そういうコメント。ちょっと気持ち悪くなっちゃうんで、いいですか？会いたいよ。いや、ちょっと気持ち悪いです。すいません。ダメなの？いや、例えば、俺がね、どっか外にいるときに、ああ、ちょっと会いに来ましたぐらいはいいんだよ。配信で会いたいって言われて、じゃあ会おうよ。何歳なの？とか、どこ住みなの？とか、じゃあ、DM でね、どっか待ち合わせしてみたいにやってないんで。はい。あ、5個ありがとうございます。とくみえさん。好き好き。大好き。お姉さんいくつ？かわいい、なんか。ありがとう。遊びたい。彼女と別れちゃって、匿名さん。前に進みたいから。会いたいんだけど。ああ、5個ありがとう。好き好き。ちょっとガチめなやつ。ガチめに好き。大好き。付き合ってほしい。あ、ありがとうね、たくさん。5個投げ。1位目指してるんで、5個か10個投げお願いします。ああ、ありがとうございます。続いてください。よかったらこの子に。あ、マジで好きだわ。会いたい。わかるように。ああ、ありがとうございます。はい。正直会います。でも、アイテムも投げずにね、会いたい会いたいはちょっと困るんで。いいっすか。あ、ありがとうございます。ここ投げ。ありがとうね、たくさん。嬉しいわ。そんな課金してくれて。よかったら DM ください。匿名さん。お前みたいなクズは事故とか病気になればいいのに、とか言ってるお前がなるんだよ。そういうもんだから。人に不幸を望んでるって自分に跳ね返ってくるから。どうですか？ ふわっちで、いろんなところでね。ああ、不幸になればいいのに、こいつ。バンになればいいのに。アイテム飛ばなければいいのに。リスナー離れればいいのにって毎日祈ってるやつ。今自分の生活見てみ。不幸じゃない。ね。どうですか？ それなりにリア充で余裕があって。まあ、たまにはね、たまたま見た配信がムカついて悪口書くことあるけど、ちゃんと応援してる配信者もいるっていう人は、それなりに幸せなんじゃない？うん、充実してる人は多分、
そんなね、何時間も張り付いてカタ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 しないと思うよ。あ、落ち着く。ありがとう。僕もね、落ち着いてやってるんで。あ、ありがとうね、ひーちゃん。ありがとう。あ、ナイスもしてください。よかったら。やっぱ夜だけだときついんで。ちょっと夜中もやっときます。で、今日はですね、2時間予定してるんで、みんなね、2時間もう寝ていいんでね。安心して、ラジオ代わりにして寝てください。適当にグダグダ喋っとくんで。いいですか？あ、チュロスありがとう。ナイスはお前しか、あ、そうなの？ありがとう。別にね、無理にしてコメント持たないんでいいんで。はい。あ、連投してるんで読み上げます。また女がいるからラジオか、お前。じゃあ仮に、横にね、横の部屋に女がいようと何か問題ある？フリーだし。新しい女を連れ込んでようが。問題あるの？むしろかっこよくない？ちょっと配信やるわ、つって、待っとけ、つって。配信終わったら抱いてやるからな、とか言ってたら。かっこいいでしょ。逆にそういう男になりたいわ。別に女いてもいいでしょ。俺自由じゃん。いや、かっこいいでしょ。あ、チュロスありがとう。ありがとうね。まあ、頑張れや。君はね、連投して頑張ってるかもしれないけど、俺は頑張る必要がないんだよ。普通に喋っとけばいいの。来てくれるリスナーさんと。で、みんなに寝てもらえたらいいんだよ。居心地のいい枠になればいいかなと思ってる。だ、無理もしない。頑張ってください。あ、ありがとうございます。今2位なんで1位目指して頑張ります。積み重ねなんでね。ラジオだと閲覧減るのって言うけど、せっかく来てくれてるのに、あ、閲覧少ないな、少ないなってやるのも失礼だしね。ラジオでも来てくれてると思ってるよ、俺は。なんだかんだで、ね。この12時からやってね。実際少なくないしね。あ、100ナイスありがとうございます。ありがとう。ありがとうね。いや、少ないけど、いや、気になるレベルじゃないでしょ。こんな聞いたら。ナイスしとく。ありがとうございます。今月ナイス？いや、ちょっと長時間は厳しいかな。さすがに。ちょっとやれる範囲で頑張りますね。宮城のラーメン食べた？朝一の時に結構バクバク食ってたと思うでしょう。食欲がなくて。いや、マジで食欲がない。何らかの力が影響してる。あ、ありがとう、ごこ。大丈夫だよ、無理しなくて。あ、一人の子がずっと投げてくれてる。ありがとうね。どうしちゃったの？普段投げないのに。ありがとう。夕飯食ってない。酒飲んでる。いいんですか？ラブだよ。ありがとう。ありがとうね。ありがとう。すごい。すごいわ。ありがとうございます。